今回も全部で10個の質問に答えていきます。二の腕美容チャンネルへようこそ。二の腕美容の葛島先生です。それでは早速質問にお答えしていきたいと思います。今回も全部で10個の質問に答えていきます。まず一つ目の質問ですね。副乳はどこの部位での脂肪吸引で取ってもらえますか？肩甲骨横ですか？副乳っていうのはここですね。このまあ胸のちょっと上の部分なんですけども、肩甲骨横の部位では取りません。肩甲骨横っていうのはここの後ろですね。肩のこの後ろの部分、ここの部分を肩甲骨横ですね。副乳はまあここなので、部位的に言うと胸上部ですね。胸上部っていうのはこの副乳とかこの脇肉ですね、ここの両方のことを含めて胸上部と言っておりますので、副乳は胸上部の脂肪吸引の中で取っているってことを頭に入れておいてください。副乳に関して脂肪吸引するとどのような仕上がりになるかについての経過だったりっていうのはこちらの動画で詳しく解説しておりますので、ぜひ参考にしてみてください。2つ目の質問ですね。二の腕と太ももの脂肪吸引をしたいのですが、同時に吸引することは可能ですか？結構この質問も多いんですけども、基本的には二の腕と太ももですね、上半身と下半身っていうのは分けてしていただいた方がいいのかなって思います。これは何でかって言いますと、やっぱり1回で二の腕の脂肪も取るし太ももの脂肪も取るしってなってしまうと、やっぱ吸引する量がすごく多くなってしまうんですね。ですごく多くなってしまうと、やっぱりその分貧血になりやすかったりして、ダウンタイムに苦しむ方がとても多いので、安全上太ももと二の腕ですね、分けていただいた方がいいのかなって思います。あとは身長とか体重とか、どれくらいの脂肪がそもそも取れるかによって、その人それぞれ判断しておりますので、どうしても二の腕と太ももを一緒にやりたいって人はぜひカウンセリングに来ていただければと思います。じゃあ3つ目の質問ですね。顔の脂肪吸引と二の腕の脂肪吸引を別々にやりたいと思っているのですが、予定的に3週間しか開けられません。3週間だけだとダメですか？またどっちを先にやった方がいいですか？3週間はすごい十分だと思います。二の腕と顔なんですけども、この二の腕と顔の脂肪吸引に関しましては同じ日に摂取することができるんですね。なので別に期間を空けなくてもいいのかなって思います。でもしも別々にやりたいんであれば、別にどっちを先にやらなきゃいけないとか、どっちを後にやらなきゃいけないとかっていうのは基本的にはありません。なので特別な理由がない限りは顔と二の腕っていうのはまとめてやってしまった方がダウンタイムも1回で終わりますので、個人的にはいいのかなって思います。じゃあ4つ目の質問ですね。腰だけの脂肪吸引ってあんまり意味ないですかね？意味ないってことはないと思うんですけども、腰にそのしっかりと脂肪がついていて、そこの脂肪吸引することでそこの部分のお肉を解消されるんだったらとても意味があるのかなって思います。体があって腰とウエストって分かれてるんですけども、ウエストに脂肪があるのに腰の脂肪吸引してもウエストはあまり解消されませんので、そういった場合はウエストも一緒にやった方がいいのかなって思いますので、診察してみて腰とかウエストどの辺にお肉がついているのかっていうのをしっかりと確かめた上で、どこの部分が脂肪吸引すると変わるのかっていうのをカウンセリングでお話しできればいいのかなって思います。5つ目の質問ですね。ボディ脂肪吸引を半年前にしていただきましたが、満足はしているけどまだ取れるんじゃないのかなと思ってきてます。再度先生にお願いすることはできますか？その場合やはりレーザーとかの方がいいのでしょうか？カウンセリングへ行く前に大まかな予算を立てたいので質問させていただきました。以前脂肪吸引させていただきました。ありがとうございます。美ボディ脂肪吸引だとやっぱり脂肪を取ることができるんですけども、肩の部分とかこの辺ですね、硬いところの脂肪っていうのはやっぱすごく取りにくいのかなって思います。基本的に2回目以降の脂肪吸引ですと、やっぱ1回脂肪吸引されてる方っていうのはどうしても2回目やりづらくなってしまうんですね。でその場合はやっぱりレーザー波とかを使ってそもそもの脂肪とかを破壊しないと、やっぱ全然吸引できなかったりする場合本当に多いので、2回目以降っていうのは基本的にはレーザー脂肪吸引とかレーザー併用のアキレス腱脂肪吸引とかで、しっかりと今まで取れてなかった脂肪っていうのを取ってくるっていう風に思っていただければいいのかなって思います。あとはどのくらいの脂肪がまだ取れるのかっていうのは実際に診察してみないと分かりませんので、2回目以降の脂肪吸引を検討されている方は一度カウンセリングに来ていただければと思います。じゃあ6つ目の質問ですね。二の腕の脂肪吸引を2ヶ月前にしました。肘と脇下に傷口ができるのがスタンダードだと思うのですが、私の場合は肘と肩甲骨あたりに傷口を作られてしまいました。
肩甲骨あたりの傷が背中ニキビに見えてしまってすごく嫌です。赤みが収まるのは大体どれくらいかかりますか？またより早く治す方法があったらぜひとも教えてほしいです。脂肪吸引の傷口に関してなんですけども、私自身脂肪吸引するときっていうのは本当に目立たないところにしてるんですね。なので傷口をどこにするかっていうのは先生ごとによって全然違うと思いますので、傷口も気にする方っていうのはやっぱその辺もドクター選びの参考とかにまずしていただければいいのかなって思います。傷口っていうのは、一回傷を作ると、そこの傷が赤くなって、でその後ゆっくり治っていくんですけども、赤くなってる期間っていうのは大体、3ヶ月から半年ぐらいですね。1ヶ月目から3ヶ月目が赤くなってるピークなんですけども、3ヶ月以降は赤みがどんどん消えてくるっていう風に認識していただければいいのかなって思います。傷口をより早く治す方法とかっていうのは、こちらの動画でかなり詳しく解説しておりますので、より早く傷口を治したい方っていうのは、ぜひ一度参考にしてみるといいのかなって思います。7個目の質問ですね。脂肪吸引のカウンセリングで、こういう風になりたいとか理想の画像がある場合や、こういう形にしてほしいという要望は、どのタイミングで見せたり伝えたりしたらいいのでしょうか？カウンセリングではなく、施術の前の時の方がいいのでしょうか？葛島先生に脂肪吸引してもらいたいと思い、疑問になりました。ありがとうございます。私自身はどのタイミングで写真を見せていただいても全然大丈夫なのかなって思います。カウンセリングでそのお写真を見せていただいたら、実際にそのイメージの写真と近いようにできるのかとか、そういったところもお話できるのかなって思います。あとは結構そのお写真を持ってくる方で、本当にもうインスタ映えの写真ですね、もう明らかに写真の撮り方が違う角度の写真を持ってきて、こういう風になりたいんですっていう風におっしゃられる方が多いんですけども、それはちょっと難しいっていう風に事前にカウンセリングの段階でお伝えしている場合もあります。特に症例写真の見方ですね、結構インスタのそのビフォーアフターの写真で騙されちゃう方とっても多いんですけども、症例写真の見方に関してはこちらの動画で詳しく解説しておりますので、脂肪吸引する前にぜひ一度目を通してみてください。実際に手術当日になって、やっぱりこういう形の二の腕になりたいとか、やっぱそういったことを思う方多いんですけども、その時は手術をするデザインの時にお写真を見せていただくとイメージ通りにできるのかなっていうのをお話しできるのかなって思います。じゃあ8個目の質問ですね。太もも前週と膝の脂肪吸引したいですが、ダウンタイムが怖すぎます。内ももだけとかだとダウンタイムどんな感じですか？太もも前週と内ももっていう風に比べてしまうと、やっぱ内ももの方がダウンタイムっていうのは短いのかなって思います。内もものダウンタイムにつきましてはこんな感じで、手術前、3日目、1週間目、あまりそのダウンタイム出ない方も結構多いのかなって思います。内ももだけすると他の部位が結構気になっちゃうって方が多いので、内ももだけじゃなくて太もも全体とか、膝周りまで気になってる方がいましたら、しっかりと一度で精通してしまうのもありなのかなって思います。特に太ももですね、ダウンタイムに関しましては内出血とか痛みとか、そういったことは本当に個人差が多い部分なのかなって毎回精通をしていて思いますので、心配は心配だと思うんですけども、どうやったらダウンタイムを抑えることができるのかとか、どうやったら早く回復することができるのかについて、チャンネル内のいろんな動画で解説しておりますので、ぜひ参考にしてみてください。じゃあ9個目の質問ですね。脂肪吸引した直後は一時的に体重が増えるとのことですが、それはどのくらい続くのでしょうか？一時的に体重が増える方っていうのは結構いたりするんですね。脂肪吸引するとリンパの流れがすごく悪くなったりして、老廃物とかっていうのを吸収しづらくなってしまうんですね。体重が増える期間に関しましては本当に個人差があるんですけども、大体の目安でお伝えすると、2週間から1ヶ月間ぐらいかなと思います。体重が増えたからって言って脂肪吸引した場所が細くなってないっていうわけではないので、体重が増えるっていうのはあくまでもその脂肪吸引した直後に起こりやすいことだっていうふうに頭に入れておいていただければいいのかなって思います。じゃあ10個目の質問ですね。湘南の違う委員にカウンセリングをしたら、太もも、お尻、膝、ふくらはぎ、足首一緒にできないと言われ、3ヶ月後から可能と言われました。委員や先生によってグループは同じでもやり方など違うのでしょうか？太もも、お尻、膝、ふくらはぎ、足首なんですけども、基本的な下半身全体なので施術する範囲が広いんですね。なので技術が高くないと、一緒にまとめてやっても安全かどうかっていうのが分かりませんので、一緒にできるドクターっていうのは限られてくるのかなって思います。私の場合は太もも、お尻、膝、ふくらはぎ、足首まで全部一緒にまとめて行うことができるんですけども、あえてまとめて行っていないお客様もいたりします。これは何でかって言いますと、太ももとお尻と膝でかなりの脂肪が取れたりすると、これ以上脂肪を取ってしまうと安全上危ないっていう場合があったりするんですね。もともとのその体格とか脂肪のつき方によって1回で精通できるのかできないのかっていうのを判断しております。
なので全員が下半身全体的に脂肪吸引を1回できるかっていうとちょっと違うんですけども、それはカウンセリングの段階でお伝えすることができますので、ぜひうちのカウンセリングに来ていただければと思います。開ける期間に関してなんですけども、例えば太ももとお尻と膝の脂肪吸引の後にふくらはぎと足首をやりたかった場合は、私の場合は3ヶ月負けなくていいのかなって思います。大体目安としては1ヶ月ぐらいかなと思いますので、その辺もカウンセリングでお話できますので、もし検討されている方がいたら一度カウンセリングに来ていただければと思います。今回も全部で10個の質問にお答えいたしました。 Twitter の質問箱にいただく質問っていうのは、脂肪吸引の質問以外にもプライベートの質問も結構多かったりいたします。答えられる範囲内でお答えしていきたいと思いますので、気軽に質問していただければいいのかなと思います。もちろん Twitter の質問でもいいんですけども、何か YouTube の動画で質問など疑問なことがありましたら、 YouTube の動画のコメント欄にコメントしていただければお答えできると思いますので、ぜひコメントしてください。そしてチャンネル登録といいねボタンもお願いいたします。それではまた。